はい、皆さんこんにちは、ガジログです。今日はですね、シャオミの傘下であるレドミーから K50 というスマートフォンが発表されましたので、そのダイジェスト版をお届けしたいと思います。2月16日の水曜日の夜9時からですね、日本時間にはなりますけども、ローンチイベントが行われました。その場でですね、新しい K シリーズの50、K50 といったモデルが発表されましたけども、この K シリーズはレドミーシリーズのハイスペックスマホになっていますので、本当に楽しみな内容となっています。ローンチイベント自体は1時間ほどの内容だったんですけども、非常に長かったっていうこともあるんですけどもね、私なりにダイジェストにまとめてあります。なお、この内容の日本語翻訳に関しましては、ガジログ的な訳になれますことをあらかじめご了承ください。もちろん省いている内容が結構ありますので、そのあたりもご了承ください。ではね、非常に楽しみな内容となっています。では本日も行ってみましょう。皆さんこんにちは、プロダクトマネージャーのウーです。まずデザインからご紹介いたします。こちらのビデオの方をご覧ください。カラーリングはアイスです。このアイスはスポーツカーカラーと言えます。背面には AG ガラス、そして光沢のあるスポーツカーラインが入っています。そしてカメラ周りは怒った目のような 3D カットメタルデコレーションが入っています。1600万色で稲妻の閃光のように点滅して光ってくれます。すごいですね。スピーカーの穴はスポーツカーのグリルをリスペクトしています。エアダクトのようですね。そして背面はスポーツカーのリアウィングにインスパイアされたウエストデザインともなっています。かなり絞った感じがしますね。そしてデュアルスピーカーは横持ちしても穴を塞がない位置にあります。これがデザインの概要です。他にもカラーリングがありますので、ビデオをご覧ください。このシルバー結構かっこいいですね。いいですね。そしてもう一色ありますので見ていきましょう。ブラックですね、定番の色ということなんですけども、結構重々しい感じでかっこいいですね。はい、ということでカラーリングは3色展開になっています。アイス、そしてシルバー、ブラックの3色ですね。アイスっていうのは結構ね、ブルーブルーしていて、なんか F1 チックというかね、そういうスポーツカーの雰囲気が漂ってますね。個人的にはちょっと真ん中のシルバーがいいなという感じがします。そして実はもう一色あります。 K50 チャンピオンエディションとなっています。ビデオをご覧ください。このシルバーはめちゃめちゃかっこいいですね。メルセデス AMG というだけでも結構高級感があるというか、気品があるというか、なんかいいなという感じがしますね。はい、それでパッケージは絶妙なギフトボックスになっています。小さな窒化ガリウム充電器も含まれています。こちらが実機のアイスカラーとなっています。そして今ご紹介した AMG バージョンです。これいいですね。それではパフォーマンスも見ていきたいと思います。 SOC はスナップドラゴン8ジェネレーション1搭載です。この SOC は 4mm ナノプロセスによる最新のチップセットとなっています。ついに乗ってきましたね。そして SOC をサポートする超強力な放熱システムを搭載しています。その名はデュアル VC 液体冷却です。デュアルベイパーチャンバーですね。
従来の構造では熱源が1箇所に重なり、冷却効率が不均一でした。そこで革新的な二重熱源分離構造で温度を均一にしました。またデュアル VC は熱源をそれぞれ覆っています。それゆえ VC 冷却の放熱面積はブレイクスルー規模となっています。新世代の VC 材料により 40% 高い熱伝導率を誇り、超薄型ステンレス鋼、そして300メッシュの超高密度のキャピラリー構造を採用しています。従来のゲルの代わりに熱導ラジエーターで熱伝導率が 3.5 倍に、背面は 3D 高効率グラファイトに変更され、熱伝導率はプラス 15% 達成しています。信号エリアは第2世代の航空宇宙グラフェンを使用し、熱伝導率をプラス 20%、 これらの革新技術はこれまでより 2.5 倍も高コストとなっています。次はディスプレイについてです。ディスプレイは OLED フレキシブルフラットスクリーンを採用しています。こちらがディスプレイの概要となっています。そしてディスプレイにはゴリラガラスビクタスを採用しています。このディスプレイによって対落下性 1.5 倍、そして対摩耗性は2倍になっています。ディスプレイメイトにおいて A+ を獲得し、15項目で最高性能を達成しています。次は充電についてです。 120W 充電で4700mAh をわずか17分で完了させることができます。またながら充電でも早く完了させることが可能です。 120W 高速ソリューションは5つあります。それは MTW デュアルセルバッテリー、高効率ダブルチャージ充電チップ、そして複数の耐火材料と充電保護、 1.5 メートルの L 字型充電ケーブル、デュアルゾーンによる熱源分離があります。ここからはマーケティングマネージャーの張が扱います。交代します。まずサイバーエンジンについてです。 Android の主力スマホのバイブ振動レベルは2から4レベルです。振動レベル5は唯一 iPhone だけとなっています。しかし K50 は iPhone に匹敵し、 Android で最大の振動量に挑戦します。 Ace レーシング、4D ゲームバイブレーション、15種類の振動効果が8つもあります。そして MIUI 専用のチューニングが95種類もあります。また Android で最高のゲームコントロールにも挑戦します。磁力によるポップアップショルダーキー 2.0 です。物理ボタンは比例のない操作感をもたらしています。仕組みやリニアモーターカーにインスパイアされた磁気力学的構造となっています。通常ショルダーキーは隠されていて、とても美しいデザインです。フラットですね。ショルダーキーをスライドしますとゲームモードに変化します。これはゲームパッドを持っているようなものです。視認性と操作性がとても快適になります。このキーは磁石8個とシリコンリバウンド構造でキーが安定し疲れにくくなっています。普通のプレイヤーはプロになり、そうです、プロは神レベルになります。すごいですね。またショルダーキーにはショートカット機能があり、カスタマイズも可能です。次は最高のスピーカー音質に挑戦します。超高音質を達成するための4つの方法があります。それはデュアルスピーカー、スーパーリニアメタルスピーカー、そして JBL によるチューニング、またドルビーアトモスです。 2.2 チャンネルの高帯域ステレオを実現するために独立したツイーターを搭載しています。黄色が広域用のツイーター、青が中低域のミッドベースユニットです。このシステムの名称は JBL 広域帯クワッドスピーカーです。そしてカメラです。カメラはフロントもリアもソニー製イメージセンサーを搭載しています。リアは IMX686 を搭載し、6400万画素のメインカメラです。これはフラッグシップ級ですけども、フリッカーセンサーも搭載しています。すごいですね。左はセンサー無効になっていますが、
有効にしたものが右側になります。次は6年ぶりにメジャーアップデートの赤外線プロです。以前よりパワーは2倍、角度は 60% になり、100人規模の劇場をカバーします。最大制御角度は50度、リモコン距離は10メートルまで飛びます。今やってますね。直線距離 11.2 メートルでも動作しました。加えて多機能な NFC も搭載しています。弾幕画面通知というものもあります。これは面白いですね。ゲーム中に通知が来ています。皆さんいかがでしたか？これが K50 ゲームエディションです。本当にすごい性能になっていますね。もう一度注目の特徴を見てみましょう。スナップドラゴン8ジェネレーション1、デュアルベイパーチャンバーによる放熱、そして 120W の超高速充電、サイバーエンジンの振動システム。さて、気になる価格を発表したいと思います。それは 8GB プラス 128GB モデルは日本円で 5.9 万円です。そしてメモリー 12GB モデルは約 6.5 万円、メモリー 12GB、 そしてストレージ 256GB モデルは約7万円となっています。そしてチャンピオンエディションバージョンは 12GB プラス 256GB バージョン、それは約 7.6 万円となっています。はい、というわけで今回 Redmi の K50 というね、ハイエンドモデルですね、そのゲームエディションをご紹介いたしました。発表会終わった今でね、思うことをちょっと語ってみたいなと思うんですけども、今回はゲームエディションのみだったわけですね。通常モデルをいつも買っている身からすると少しちょっと物足りなかったなという気はします。とはいえ非常にハイスペックモデルをやっぱり見ると本当に気持ちいいもんですね。スナップドラゴン8のジェネレーション1が搭載されていること、そしてやっぱり JBL 監修のクワッドスピーカー、結構いいですね。そしてなんといってもですね、ソニーの IMX686 のイメージセンサーが搭載されているっていうのもやっぱり安定感があっていいなと思いますね。こういうところで結構削ってくるとやっぱり泣いてしまうっていうのもありますので、この点やっぱり正常進化というかね、しっかりユーザーのこう声を聞いてるなっていう感じはします。ニーズをしっかり捉えてるなという感じはします。そして今後ですね、気になりますのは、その通常の K50 モデルもそうなんですが、このモデルがだいたいポコの方のシリーズで F シリーズですね。 K40 が F3 になりましたよね。ですので今度 F4 の方にこれがリネームされて入ってくるのかっていうのが気になっていきます。またそちらの方もね、新しい情報が入りましたらお届けしたいと思います。皆さんはこのモデルどう思われたでしょうか？中国語でのイベントになりましたので翻訳の方少しおかしなところがあったかもしれませんが、そのあたりはご了承ください。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。